お越しく,くださいました。はい、今日は。b. U. B. G. のキャラクターを再現した衣装でのご登壇なんですね。はい、そうなんです。あの皆さんの左手にある、あのパネルの。過去と同じ格好で来ました。すごくお似合いです。ありがとうございます。かっこいいですね。はい、M. 2 4と。あとは、あのレベル3の。スペツナルズのヘルメットを持ってきました。ぜひ。 小島さん、はい、一周して皆さんに見せていただけますかはい。ありがとうございます。本格的にねビジュアルを再現されてますね。本格的すぎてめっちゃ重いです。あ、すっごい。モデル感重いですかめちゃくちゃ重いです。でスコープがついてるんでめっちゃ持ちづらいです。 すごいリアリティがありますねまさにゲームの中に小島さんが入ったようですね、うん、ありがとうございます <laughs> 普段の小島さんとは少し違った雰囲気でとても新鮮ですあ今回小島さんは PUBG ライトの公式アンバサダーに就任されたんですよねはいありがとうございますも、はい、PUBG はモバイイル版ををプレイしてたたたのでお話をいただいだにに本当に 本当に嬉しかったです、はあ、会社でみんなで大喜びしましたそうだったんですね、はい、モバイル版でもともとプレイされてたということですが、はい、PUBG の面白いところはどんなところでしょうか、まあ、モバイル版でやってた時は本当にどこでもできるっていうこととあとは実際にこの世の中にいる人たちとこのプレイの中で戦うことができるっていうところですかねあとはもう 日常生活で絶対感じることのないスリルが感じられるんですよね<ー>この世界観に入り込んじゃうと本当になんか一発でも打たれると自分がこうなんか打たれたような気になるというかなんかそういうリアリティがあるところも PUBG の面白さかなと思いますなるほどそういった魅力があるんですねはいはい、本当にあの世界中でプレイされていて でこれからあのどんどん,どん,どんこう発展していく今あの、e スポーツなんかもすごい盛り上がってますしその中で戦闘を切っていく PUBG にこういう,うにあにアンバサダーとして関わらせていただくことができて本当に光栄ですあの私もモバイル版しかやったことないのでちょっと PC のプレイがまだつたないんですがあの先日プレイして私もちょっとずつ練習しているので。これからあの PC 版の えー、まあ PVG ライトとか PC 版を始める方、これから始める方も一緒になんか楽しんでいけたらいいなと思います。私ももう頑張って腕を磨こうと思っています。ああ<ー>、えー、人生で初めてゲーム実況にチャレンジしました。人生初の。 はい、ゲーム実況と言っていいのかわからないぐらいちょっとつたないところはあったんですけれどあの一からやり方を教えていただきながらあのプレイしてるところを、まあ、しゃべりながらやったっていう感じですかね。それは楽しみですね小島さん出演の動画「こ、はい、じるりのどんかつチャレンジ」こちらの公開は PUBG ライトサービス開始日の前日。 12月12日。